飛行機の服用の構造を夢見ながら、遠い雪の峰を越えてくる電線を納屋に引き取り、安全器を外して、その電線のゴムを剥ぎ取りもせず、古い包帯を結びつけた。包帯にはたっぷりと食塩水を浸した後で首に巻きつけ、藁の上にうつむして出任せの呪文を唱え、祖父が外から帰ってきて安全器の蓋を閉めた途端、僕は感電死するのだと思うと、僕の血は渦巻いてほとばしてやまず、幼い魂の空に言葉以前のハゲタカどもがひしめき、僕のために古の歌を歌ってくれるような思いに取りつかれたのだ。家の明かりが一斉に灯るとき、僕の心臓の中の裸電球が消え、団らんが始まるとき、僕の中で何かが終わる。この象徴的な企みはカラス、9歳の僕にしては卓抜した反逆罪ではなかったろうか。しかし裏中の全ての電線がつながるその末端で感電している僕の肉体は多分死ぬ時に電球のように発光するだろう。そして10ワットに満たない僕の死の明かり、納屋に転がった人間電球は壁の上に孤独な推しの男の影を照らし出すだろう。僕は思い浮かべる。僕が電球のように死ぬ、壁に映る影はヘーゲルの国家論を一匹の蛾に変えてしまうのではなかろうか。しかしそんな空想も見事に裏切られることになった。嵐の夜、我が不作の村は全部停電してしまった。僕の自殺電球に熱い電流の血が通わぬうちに、僕は企みを発見されて蹴飛ばされることになった。二日酔いの祖父が大声で吠えて、クソったれめ恥さらしをしやがって、僕は恐る恐る薄目を開けてみた。北海道はあまりに遠い。ロマン的亡命の電気10ワットの鉄路の先に見えたのだ。そしてそれから間もなく、僕は電気自殺の代わりに鶴瓶式自殺機を工作し始めた。母屋の4級スーパーのラジオからは鐘の鳴る丘のシュートの涙声に混じって、別の放送が農家のセムシ協同組合に向けてひっそりと推しの時間を密葬する。野球少年とレオン・トロツキーとの関係について、僕の死なが歴史を手引く。僕の自殺機会に僕自身にさえ内緒でシナと名付けていたのである。やがて暗闇で自殺時計が時を刻み始め、天井の斧が風に揺れながら真下の僕の顔に影を落としている時、僕は何か人でないものの気配を感じたように思った。それは顔の上で振り子のように前後する斧の声だったろうか。不作だの下男のその名トロツキーの後ろ姿のジョン・ガラ